て。さてと、ゴルドーは送り出したし、僕は僕でやるべきことは山のようにある。宿のこと、リヒトクライスのこと、こんな時に買ったばかりのシューズの紐が突然切れるなんて。まさかこれはゴルドーの身に何か不吉なことが起きる前触れなのか。こんな日になんて不吉なんだ。友人として注意喚起の連絡くらいは入れておくべきか。ま、あいつが電話なんかに出るわけがないんだけどね。そもそも携帯持って歩いているのか、あいつは。くそ、このままでは不安でどうしようもない。誰かを代理で助けに行かせたいが、あいつは表向きアムネジアから離反した身となると、やはり僕がこっそりと見届けに行くしかないということか。アムネジアの幹部である僕が名を挙げたい荒くれ者たちが多数集う夜のもとへ、護衛もつけず一人で出て行かないといけないなんて、飢えたピラニアの群れに肉片を落とすようなものじゃないか。近接戦闘、肉体労働はなるべくしたくないんだけどな。ま、たまにはこいつを使っておくのも必要なことかな。やれやれ、こうなったら強敵に会わないことを祈るのみだ。痛い目に遭わず無事に帰ってこれるといいんだけどね。僕は頭脳労働担当なんだけど、ね、あなたには犠牲になってもらいます。ファーストフローズディバイド、行くでしょ。セカンドクローズディバイド、行くよ。リフレクト、行くよ。リフレクト、跳ね返す。やります、行きます。跳ね返す、やります、行くよ。リフレクト、行くよ。エース、やります、リバイド、仕掛けてる、行くよ。ゴーカー、必須、リバイド、行くよ。アクティブ、恐怖の片鱗をお見せしよう。アジタハート、クレックの魔法。すまない、こいつの脳が悪い。ケイン、まったく、この状況でどうして戦いを挑もうなんて思うんだろうね。自分と相手のどちらが強いかなんて見ただけで9割方わかることじゃないか。撃つことのなおこの上に積もりかし。ファーストクローズディバイド、フッ、これはフラエ、そんなものか。フッ、せ、行くよ。今スタッチ、ッチ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 ッフライト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 フ、そんなものか。おのれ、あれだよ、おのれだ。
メガネのインテリ頭脳派に戦略で負けたなんて考えてないだろうね。君の考えが浅すぎる。敗因はそれだけなんだからさ。知性というか品性というかだね。まったく、インバースってのは乱暴者が多いだけにこうなるよね。いけないな。あまりの品のなさに我を失うところだった。ああ、何、人を見るなりプルプルしてやがんだ、気色悪い。いや失礼。個人的な事情で若干メンタルコンディションが悪くなった。君はそう、カーマインプライム君だったか。ピン、そういうてめえはアムネジアの自称ケイアスって言ったっけか。どうした、今夜は部下も仲間も連れずにお一人でお散歩か。優雅なこったな。いいのか、知らねえぞ、その綺麗なお顔がどうなってもよ。覚えていてくれているとは光栄だね。君の脳にも人を認識記憶できるくらいの容量はあるのだと思えてホッとするよ。そうやって素やに振る舞ってはいても意外に繊細なのかな。ヒルダも君を気に入っていた。優秀な人材っぽいじゃない。だってさ、もっとも僕はそうは思わないんだけど、彼女の趣味もわからないというか、単に暴れる人間が大好きなんだろうな。暴れるか、素行の悪さってことならてめえらだって随分なんじゃねえの。俺なんかより全然派手に暴れてやがるよな。まあ、そこが気に入らねえんだが、そいつを棚に上げて俺みてえなクズの否定ってのもな。僕たちも所詮はならず者の寄せ集め、そこは否定できないところだ。だが事の本質は、彼らは手足で僕は頭脳、そこは単に役割分担ってことさ。このインテリアよくわかんねえけどムカつくぜ。教えてやるよ、いくらお頭がおよろしかろうと覆せねえもんがあるってな。そうだね、断りが力で覆らないことも教えて差し上げるよ。あと、その敬語の使い方変だよ。うるせえよ、知るかんだもん。後でゆっくり聞いてやれ。てめえが地面に這いつくばってからな。やれやれ、見つからないように歩いてもこれだからね。だから肉体労働、この夜の元を歩くっていうのは苦手なんだ。ファーストクローズ、リバイド。リフレクト、いくわ、いかし。やってくれたな。やった、いくぜ、俺。今、どうした、立て直す。今、なんだ、インフレット、行くぞ、やめ、はい、甘いね、行けぐ、カウンター、つらえ、やってくれ、パワーだけ、危ないね、食上的、耐えられ、インフレット、つらえ、今、やって、やめ、やめ、
行くよ。かすりつけ。インテリジェンスが勝ち。ケイン。セカンドクロー。ディバイド。カウン。やってくる。リフレッシュ。やってくる。行くぜ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 。少しだけ踏み込もう。フラへ。行くよ。いい勝負だったと思うよ。ウィン、ケイン。不確定要素の多い集団戦というのはどうにも好きになれなかった。その点、一人を見ていればいい個人戦というのは揺らぎがなく実に簡単だ。こメガネを壊すのはやめてくれよ。懲りないね、ほんと。ファーストクロー。ディバイド。不思議だね。危なっ。そっそっ。ああ。仕込んで。逃げても無駄。仕込んで。ほらほら。分かった。行くよ。ああ。よし。シャワー悪あがきだ。ボーカル。それは。よっ。悪あがき。オフレ。と。はっ。え、今だ。危ないし。ナイスだ。シャワー危なっ。悪あがきだね。あらよ、行くぞ。目障りだよ。甘いよ。え、行くやめて。やめか。ほらほら、出がしだ。考えが。ああ、どうだ。ここにも。読みやすい。行くよ。かかった。ちょっと。わかってる。ちょっと。わかった。行くよ。それ。わかってる。カウン、あれだよ。屋上で。キリッと離す。インテリジェンスの勝ち。ケイン。セカンドクロー。ディバイド。リフレット。やめて。あらよ。あれか。はい、そーら。危なすぎ。そこだ。フライ。危ないじゃん。行く。だって。あらよ。カウン。甘いよ。まだまだ。本気を。恐怖の本領をお見せしよう。アジダハート。こいつ調子が悪い。ケイン。まったく。この状況でどうして戦いを挑もうなんて思う。この力で終わらせてやる。ファーストクロー。ディバイド。跳ね返見せる。行くぞ。あれよ。よっこしたぞ。まずい。まずい。まずい。あれよ。あれよ。今だ。予想よりはやるみたい。ケイン。セカンドクロー。ディバイド。今だ。あれよ。耐えてみせる。すまない。こいつ、ノーズがある。ケイン。
アムネジアでは随時優秀な兵隊を募集中なんだ。気が向いたら訪ねてきてくれ。言いたくないが、これはまたインテリジェンスのかけらも見られないのが出てきたな。何を言うか小僧、この身人間のものであるし、この国の言語も介するわ。目上への礼儀も知らぬもやしめが引っこ抜いて雲の彼方まで投げ去ってくれようか。待ってくれ、人を外見で判断したくないし、年上に対する礼儀もわきまえているつもりだ。だがあなたの場合、その範疇を超えすぎている点を最初に考慮および許容するべきじゃないか。ごちゃごちゃと細かいことを言いたいことがあれば腕ずくで言い聞かせることだな。所詮戦いは力比べよ。貴様とてそのためにこの夜のもとに参じているのであろう。力比べだと、そこは訂正してほしいものだね。五郎太、古来より戦いとは純然たる知恵比べ。優れた戦略は戦力を凌駕するもの。それこそが戦いの美学であり本質。もっともあなたのような古い人間にはこう説明しても理解はしてもらえないだろうがね。僕が勝利し、戦略こそが思考の戦力であるという現実を教えること。言っていることはよくわからんが、何やら言葉の節々に気に入る単語が含まれていたな。構わない、あなたのような腕力一辺倒の筋肉バカを倒してこその美学だ。剛を制すのは忠であり断り、的確な判断こそが勝敗を決するのさ。五郎隊には敬意を持って倒れていただきますという言葉で締めさせてもらおう。ファーストクローズリバイド。跳ね返す、行く。力が欲しいな。食らえ、お触れ、行く。危なすぎる。リフレクト。フライト。その手を払って。危なすぎる。フライト。仕掛けて今です。予想よりはやるみたい。ケイン、だからセカンドクロー、ディバイド。フライ、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 立て直そう。スマートじゃないか。君は熟した。やるではない、やるではないか、バカだ。ブレイクダウン。いい勝負だったと思うよ。ウィナー、ケイネス。僕は自分の力が強いとは決して思わないけどね。逆に君たちの力の持て余し方、火力の浪費加減が不思議なくらいだよ。
メガネを壊すのはやめてくれよ。やる気なのね。ファーストクローズディバイド立て直す。今よ。遅れ。左行く。くらえ。くらそこだ。バレてるよ。予想よりはやるみたい。ケイです。次は行く。セカンドクローズディバイド。わかった。リフレクト行く。よし。リフレクト。全然苦さ。この手を離せ。行く。左。わかった。走れ。危なすぎる。よいしょ。走れ。根源、普遍たる真理、我は解を求め、我は献身する。我が地おことし携えん。ディープエッジ。いい勝負だったと思うよ。ウィンナー、ケイス。何度も倒されても立ち上がるその根性は認めよう。極めてナンセンスだとも言わざるを得ないかね。僕は頭脳労働担当なんだけどね。篠原、咲かせてやる。ファーストクローズディバイド。行くよ。引かないね。行く。カウン。引かないか。切り裂け。行く。今。カウン。僕切り裂け。行く。もう耐えられる。今。切り裂け。インテリジェンスの勝ち。ケイン。セカンドクローズディバイド。分かって。ごめん。引かないか。危なすぎる。跳ね返す。甘い。存分に味わうといい。跳ね返す。引かないよ。跳ね返す。甘いね。存分に味わうといい。今逃がさない。危ないね。気をつけ。引かないね。逃がさない。行くよ。インテリジェンス。ブラックダウン。いい勝負だったと思うよ。ウィンナー、ケイン。危ない危ない。こうした紙一重の接戦を経験するとは、ロジカルだけでなくフィジカルも重要な要素だと思わされるよ。また知性の低…いや、脳天気そうなのが現れた。なんだ、薬味か。それともインバース全体のレベルが下がったのか。あん、なーに、わかんないこと言ってるのさ、このツンツンメガネ男。まったく、
さっきのへそ出し変態カマ男といい、今夜は妙なのと出くわすな。何？君はゴルドーと会ったのか？その話詳しく聞かせてくれ。どこだ、どこで会ったんだ、無事だったのか、怪我はなかったか。何？あんたあのへそ出し変態男のお友達なわけ？なんか気味悪いくらいに大げさな心配の仕方で軽く引くわ。いいから教えろ。あいつはゴルドはどこへ向かったんだ？だから知らないってのよ。あんにゃろ、私の顔見るなり逃げるように去って行ったんだから。けどさ、能力者が今夜どこに向かうかなんて決まりきってるんじゃないの？そうか、それはつまり彼は無事という意味で受け取っていいんだな。バカ。待てー！あんたらの事情なんて私が知ったことじゃないけどさ、あの変態男の仲間ってことはあんたもあんねん、うん、なんとかってとこの悪いやつなんでしょ？行く先々で暴れて回ってるそんな連中に好き勝手させるわけにはいかないんだ。変態男を逃がしたけど、あんたまで行かせる道理はないんだよ。わかった。僕も今夜は先を急ぐに、君を説得するわずかな時間も惜しい。ゴルドーの安否を知らせてくれた礼だ。せめて。ファーストクローズリバイド。危なすぎる。ダンス行く。勝敗を決するのはストレングスでもアジリティでもないってことだ。おい、ゴールド！いるのか？無事なのか？遅いじゃない。同じ組織の同じ幹部だってのに、こうして面と向かうのは実に久しぶりね、ケイオス。あんたってばちっとも部屋から出てこないから心配してたのよ。人を引きこもりみたいに扱わないでほしいね。で、ゴルドは来ているのか？無事なんだろうな。ゴルドならそこ、あんたのすぐそばで寝てるわ。なんか突然転んじゃってね、起きないのよ。もう頭にきちゃう。嫌な予感が当たったか。幸い大事には至っていないようだが、他
着ないなら病院でも運んでくれ、このバカ女。で、ケイヤス、ゴルドーの心配でここへ来たってことは何？私のことを止めようって思ってるってこと？あ、やめてくれよ。僕が君に勝てるわけがないじゃないか。ゴルドーが心配なんでね、連れて帰らせてもらうよ。嘘嘘、自らを戒め封じた暴れ者、招かれざる客、ブラッティ・ケイヤス。前にゴルドーに聞いたわよ。昔は相当暴れてた、俺も勝てたことがないって。一度もゴルドーが勝ったことないってのは彼の嘘だけどね。実を言うとね、あなたとは一度こうして戦ってみたかったのよ。だからさ、今ここで私に勝てたらゴルドーを返すってのはどう？そうまでして僕を本気にさせたいってことか。スマートじゃないんだけど、君がそれで満足するならやり合おうか。ただし、これだけは改めて約束してくれ。1、僕が勝っても再戦には応じない。そして僕を恨むのもご法度だ。2、アムネジアのトップも君のままだ。そして3、ゴルドを必ず連れて帰らせること。以上3つ、異論は認めない。はいはい、分かったわよ。細かいのね。この状況で自分が勝つことを考えられるって時点で相当な自信かよ、あんた。ファーストフロー、リバイド。セカンドフロー、リバイド。少しだけ振り返ってしまうんじゃないか。ブロックダウン。私が破れるなんて。いい勝負だったと思うよ。ウィン、ケイン。やれやれ、相手がインバースと分かれば即喧嘩とは本当に見境がないんだな。嘘、なんで勝てないの？私の方が力は強いのに。何、単純にして原始的な理屈だよ。司令塔の差、的確な判断は何にも勝るってことさ。どんなに強力な能力者だろうと、状況に応じた適切な判断ができないってことは目隠しして戦っているようなものだからね。何よそれ、ひょっとして私がバカだって言ってるの？ノーコメントだ。これ以上君のプライドを刺激したくない。さて、約束通りゴルドーは連れて行かせてもらうよ。こんな夜だけど、転んで気を失ったならちゃんと病院へ連れて行ってくれよ。ゴルド、おい起きろ、いつまで寝てるんだ。お前か。
ここは俺の部屋。これは昼だ。あ、そうか。悪いな。いつも迷惑かける。らしくないね。突然転ぶだなんて、君にしては大きなミスだ。昔の漫画じゃないんだからさ。それよりお前、あいつと戦って勝ったのか。さすが暴君ブラッディ・ケイアスはご健在ってわけか。その恥ずかしい名前で呼ぶのはもうやめてくれよ。昔作戦上の成り行きで一度名乗っただけの名前じゃないか。それと自分は一度も僕に勝ったことないとか、ヒルダを煽るような嘘はつくな。悪い悪い、そこは反省してますよっと。で、ヒルダのやつ、お前は戦ってみてどうだったんだ。そうだね、同じ組織とはいえ彼女とはほとんど会わないからね。最近のことはよくわからないけど、確かに以前よりも著しい力の上昇を感じた。それだけに大きな力に振り回されているように思った。だからこそ勝てたんだ。あのままじゃ下手をすると二の舞。彼女も虚無落ちだったと思うよ。今夜の深淵を得ることも止められたし、ベセルをうがつことにも成功した。無計画に出向いた割には僕の働きは合格点だったと言えるだろう。本来なら君が遂げるべき仕事だったんだからな。へいへい、面目も申し訳も返す言葉もございません。ヒルダのあの強大な力、間違いなくアイオンの関与と見るべきだ。しかし彼女が誰と繋がっていようと今は構う時じゃない。僕らの狙いはリヒト・クライスの赤騎士だけなんだからさ。さ、おしゃべりはおしまいだ。汚い格好のままで寝てないで、シャワーでも浴びて着替えてきなよ。そして明日になったら念のため病院へ行くんだよ。さて、見ているだけの戦略ごっこもそろそろ潮時ということかな。自分で体を動かすのと痛いのはもうコリゴリなんだけど。アイオン、リヒト・クライス、強大な力を振るう者たち、今度は君たちが追い詰められる番だ。特等席で見させてもらうとするよ。連なる者ども、その吠え面をね。ゲームオーバー。